貿易センター駅は、兵庫県神戸市中央区磯部通り3丁目に位置する、神戸新港2ポートアイランド線の駅である。駅番号は、P02。国道2号の真上に作られた、島式ホーム1面2線を持つ、高架駅である。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。駅舎は、2階が、コンコース、3階がプラットホーム。 改札内にはエレベーター、上りのみエスカレーターがある。道路を挟んだ、東西方向が歩道橋によって結ばれている。歩道橋西側通路には、始発から終電まで利用可能なエレベーターが設置され、バリアフリー構造となっている。日中時間帯は1時間あたり15本発車する。朝ラッシュ時は約2から3分間隔で発車する。2019年度の1日あたりの、 平均乗車人員は1773人で、神戸新交通の駅では、第14位、ポートアイランド線では、第9位。1989年以降の年度別1日平均乗車人員の、推移は、下記の通りである。いずれも、始発停留所となっている。ABCDFGHIJK e、兵庫の鉄道全域私鉄、公営鉄道神戸新聞総合出版センター。 2012年12月10日、240ページ、ISBN 9兆7843億4300万6745。 http://www.knt-liner.co.jp:/faq:3817:/https://www.knt-liner.co.jp:/news:/5253: 神戸市と継承神戸市。ありがとうございます。